ガリア語とは古代ローマ時代のヨーロッパの地域ガリアで話されたケルト語派の一言語、ゴール語とも言う。ガリア人がローマ帝国支配下に入り、征服者の言語であるラテン語化流入すると、ガリア語に代わってラテン語の変化した俗ラテン語が広く使用され、ガリア語は6世紀までに死語になっていった。通常ガリア語はケルト語派の中のピエケルト語的な言語だと考えられている。 文字資料の少なさのため、ガリア語の形態論の再建は、非常に困難になっている。ガリア語は六内詞七角の曲用を持っていた、主角、体角、俗角、余角、個角、具角、強角ところ角の存在は、王冠変化のために仮定されている。知られている限り、この曲用はギリシャ語及び、ラテン語のそれを強く想起させる。 王冠を三木は最もよく紋章されているこれは、ラテン語及びギリシア語の第二変化に対応する。現代のロマンス語と同様、現代のケルト語はもはや中性を有しておらず、このため多くのガリア語単語で性の確定が難しくなっている。この変化は以下の通りである、ネメトン、生域愛で終わる属格は西側の因号語に共通の発明と思われるが、これはまた、 アルメニア語においても、最も一般的な属格である。期待される、複数具格はアスだが、帯の形が紋章されており、おそらくはコアイルランド語のように他の語に基づく、改修が行われている。英冠、英冠変化は、ラテン語及び、ギリシア語の第一変化に対応する。これはサンスクリットに見られる愛、イアカント二重になっている。後期ガリア語において、 この二つの変化は融合する傾向にある。この変化は以下の通りである。その他の変化その他の母音ミキはほとんど紋章されていないが再建することはできる。ラテン語の第三変化に非常に似通った半母音の死因感名詞も存在する未用博物館に保存されているエル・ハースピタレット・ジュラーザックの石板。ガリア語の動詞の活用はまだあまりわかっていない。 ガリア語は古代ギリシア語のように、陰謀語に共通のマイナス未動詞と王動詞を保っていたようで、ある。ガリア語は古代ギリシア語と同様、五つの法、直接法、接続法、気球法、命令法、不定法。この最後のものは、動詞的名詞の形と、少なくとも三つの時性を持ったであろう。不定詞、ケルト語では不定詞は欠けている。その代わり現代、 ケルト語では、ゲルマン語と同様、ガリア語が引く案で終わる。不定詞を持っていたことは考えられうる。現代ブルトン語はこの形の不定詞を持っている。ガリア語の統語論はまだ、ほとんど知られていない。いくつかの遠い接続詞と、おそらくはいくつかの関係代名詞、称和詞、指示詞は知られていた。文の語順は、守護同士保護であったと思われる。訳、け、吐き捨て、 吐き捨てる唾。アイスス、吐き捨てたい、イケ、悪いものイケわけ、リクノスコンテクストスが、アヌアロンナコスに、金の玉座を捧げる、ガリア語はフランス語の基礎言語として、影響を与えている。特に顕著なのは、連音現象とアクセントのない音節の欠落である。また、ユをウでなく、ユと発音するのもガリア語の影響と考えられる。フランス語における、 ガリア語起源の統合上の習慣としては、協調を意味する、窃盗辞マイナスの使用協調構文、発音を表すための前置詞変化、うい、はいや、それに似た言葉の意味の広がりなどが挙げられる。ありがとうございます。